皆さんこんにちは。今回は Apple Watch の純正カレンダーの使い方について話していきたいと思います。カレンダーのアプリは Apple Watch の文字盤に表示しておくだけでも便利なんですけれども、意外とですね、表示させておく以外に何かをすることってあまりないんじゃないでしょうか。今回の動画ではまずカレンダーの基本の使い方について話をします。その後便利になる活用方法についても話をしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、ではまず基本の使い方について説明をします。最初にカレンダーの表示についてです。これは皆さんご存知だと思うんですけれども、文字盤や表示位置によってカレンダーの表示領域が変わります。例えばですね、このメトロポリタンという文字盤でカレンダーを表示すると、次のイベントの開始時刻とイベント名が表示されます。次にモジュラーの文字盤の下部にスケジュールを表示すると、次のイベントの時刻のみが表示されます。さらにですね、モジュラーの文字盤の中央にスケジュールを表示すると、次のイベントの開始時刻と終了時刻、そしてイベント名が表示されます。こんな感じで文字盤や表示位置によってカレンダーの表示領域が変わるので、有効活用していきたいなら表示領域が広い場所を選びましょう。次にカレンダーにイベントを入れる方法についてです。 iPhone 側のカレンダーアプリで予定を入力する方が多いかと思うんですが、皆さんはどうでしょうか。ちょっと手が離せない時に、とりあえず時刻とイベントだけ忘れないうちにカレンダーに入れておきたいことってありませんか。もしそういったことがあるなら Apple Watch を使うと便利です。 Siri でイベントを追加するには、例えば7月22日の午前10時に東京駅に集合という予定を入れてと話しかけます。資料を使わない場合はカレンダーアプリを開いて3つの点のアイコンを選択します。その後新規イベントのボタンを選択、イベント名や場所など内容を入力します。この時ですね、Apple Watch シリーズ7以降のモデルなら、キーボードか音声入力で入力することになります。また、それ以外の SE などのモデルであれば、音声入力を使います。Apple Watch でイベントのすべての欄を入力するのは大変だと思うので、使い方としては Siri を使って概要だけカレンダーに登録しておいて、その後その他の詳細情報を iPhone 側のカレンダーのアプリを使って入力しておくという方がいいのかなと思います。ちなみにイベント内容を誤って登録してしまった時ですが、イベントの削除は登録したイベントを選択すると削除のボタンが表示されるので、そこから削除ができます。登録したイベントの内容を修正したい場合、Apple Watch では修正ができないので、iPhone のカレンダーアプリを使って修正します。この辺はちょっと不便ですね。ここまでが基本の使い方になります。そしてここからは便利な活用方法について話していきます。まず、イベントの表示方法を変更するです。カレンダーのアプリを開いた時のイベントの表示方法は変更することができます。アプリを開いた状態で3つの点のアイコンを選択。下にある表示オプションから自分に合ったものを選びます。最初は次はこちらという設定になっているかと思いますが、日ごとの表示であったりリストの表示が選べます。日ごとの表示は1日ごとの予定が表示されます。右か左にスワイプをすると前後の日の予定を見ることができます。例えば仕事のスケジュールをカレンダーで管理している方だったりとか、1日の予定が結構埋まりがちな方には1日の予定をざっと把握するのに便利な表示方法かなと思います。リスト表示は一目で週の予定が把握できるのが便利です。僕の場合カレンダーにはプライベートの予定しか入れないですし、あとは1日にイベントがぎっちり入るっていうことはほとんどないんですよね。なのでリスト表示でざっくり週の予定を把握できるようにしています。次にイベントの住所を活用するです。
イベントに住所をちゃんと入力していることってあまりないという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。住所を設定しておくとマップのアプリとスムーズに連動できるので便利に活用できます。使用イメージなんですけれども、まずカレンダーのイベントで住所欄を選択すると純正マップのアプリが起動します。その後、交通手段であったり提案された経路を選択すると経路案内が開始されるという感じですね。マップの使い方については以前動画にしているので、詳しい操作方法についてはそちらを参考にしていただければと思います。カレンダーで予定の詳細をざっと確認しつつ、その後スムーズにマップのアプリに移動して手元で現在地だったり目的地を確認できるというのはすごく使っていて便利だなと感じます。また便利に活用する方法としては通知があります。イベントに対して通知を設定しておくと Apple Watch が振動して知らせてくれます。 Apple Watch の便利な機能である通知を使わない手はないと思います。設定方法としては iPhone のカレンダーアプリを開いて通知を設定したいイベントを選択します。そして通知の欄を選択すると通知タイミングを設定できます。もしですね、毎回通知するタイミングが同じ場合、例えばどんなイベントも1時間前に通知してほしいよ、そんな場合はいちいち一つ一つのイベントで通知を設定していくのはかなり面倒ですよね。その場合は iPhone の設定アプリを開いてカレンダーを選択、その後デフォルトの通知の時間を選択します。イベントや終日イベントを選択して設定したいタイミングにすれば完了です。次にカレンダーの月表示についてです。基本的にはカレンダーのアプリって予定の確認に使っている方が多いかと思うんですけれども、月のカレンダーを確認して曜日などを確認することももちろんできます。カレンダーを開いて左上の日付を選択すると週の表示になって、さらに左上の月を選択すると月のカレンダーが表示されます。ちなみに別の月を見るにはデジタルクラウンを回すと前後の月が表示されます。カレンダーアプリを開いてから数回タップしないと月のカレンダーが表示されないというのはちょっと不便ではあるんですけれども、個人的にはわざわざ iPhone を取り出して確認するというのが面倒なので Apple Watch で確認することが多いです。はい、今回はカレンダーの基本の使い方と便利になる活用方法について話をしてきました。冒頭に話した通り、イベントを表示させるだけでも便利ではあるんですけれども、今回の内容も試していただけるとよりカレンダーアプリを使いこなせるんじゃないかなと思います。個人的には月表示などもう少し簡単に表示できると助かるかなというものもあるんですけれども、最低限の機能は全て揃っている純正カレンダーは気に入っています。もし機会があればサードパーティー製のカレンダーアプリも試してみようと思います。今回の動画は以上となります。この動画が良かったらチャンネル登録と動画の高評価をよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。